ジョナサン・リチャードソーンによる、肖像画、ナショナル・ポートレート・ギャラリー所蔵。リチャード・ミードは、イングランド王国出身の医師。1702年に毒に関する著作、A メカニカル・アカウント・オブ・ポイズンズを出版したほか、1727年より、国王ジョージ二世の寺院を務めた。協約者、マシュムーアの第11子として、1673年8月11日に、 ステップニーで生まれた。父は国境危機により1662年に教会から追放されていたが、裕福だったためステップニーから引っ越さずに住んでおり、ミードは10歳になるまで、やはり被告教徒のジョンネスビットからラテン語の教育を受けた。父マシューがライハウス陰謀事件に関与した過度で1683年に一時、オランダに追放されたため、 ミードは1683年から1689年までトマス・シングルトンの私立学校を通い、1689年末にユトレヒト大学に入学した。そこでヨハンゲオルク・グライオビウスに指示して古典文学について学んだ後、1692年よりライデン大学で医学を学び、1693年4月18日に正式に入学した。 ライデン大学では、植物学者、パウル・ヘルマンとアーチボルド・ピトケアンの授業を受けたほか、卒業したばかりで当時進学を学んでいたヘルマン、ブールハーフェとも知り合いになった。1695年初、ライデン大学で学位を習得しないまま、オランダを離れ、同じく、ユトレヒト大学に在学したことのある長兄サミュエルと、共に、イタリアを旅し、トリノ、フィレンツェを訪れた後、 同年8月16日にパドバ大学で MD の学位を習得した。その後、旅を続けてローマとナポリを訪れ、1696年夏に帰国してロンドンに着いた。帰国した後は引き続き、ステップニーに住み、同地で医師業を開業した。この時代のイングランドにおいて、医師業を開業するには、王立内科医学会から、 開業資格免許を取得する必要があり、法律にもそのように規定されていたが、ミードは免許を取得せずに開業した。ミードはこの違法状態を隠そうともしておらず、1702年に医学に関する著作として、A メカニカルアカウントオブポイズンズを出版した。主に毒に関する著作であり、ミードは鎖蛇を解剖して、蛇が口を開いた時歯が直立する仕組みを記述した。 また、ガレノスのヘビ毒は傷口を経由していなければ効果がないとの観察をヘビ毒を飲み込むことで再証明した。他にもヘビ毒の治療についても言及している。この著作にはピトケアンの影響が見られニュートン力学も採用されている。この著作は学会の注目を受け翌千7 0 3年に王立協会のフィロソフィカルトランザクション図紙で 適用版が出版された。同年11月30日には、王立協会フェローに選出された。1703年に5月5日サザークのセートマス病院の医師に選出され、これに伴い、タワーヒル近くのクラッチドフライヤーズに引っ越し、1711年にオースティンフライヤーズに引っ越した。このような病院医師は当時では、賃金はなかったが、 様々な患者を見る機会や裕福な病院理事からのパトロネージが期待できた。1704年にデインペイリオ、ソリスエシー、ルネインコーポラフマナイモービスインデオリオンディーズという先生術に関する著作で長石が病気を引き起こすと主張したが、オックスフォード英国人名事典は、ミードの主張が数学に基づかず、説得力がないとし、英国人名事典も内容が、 さきの毒に関する著作と比べて浅いとした。しかし、この著作も成功を収めて1708年に再反された。また、現著がラテン語だったため1712年に英語訳された。1705年と1707年に王立協会の評議会の一員に選出され、1707年以降は死去まで務め、1713年には副会長にも、 選出された。一方、1696年の開業以降、長年の間資格免許を取得しなかったが、1707年12月4日に、オックスフォード大学から MD の学位を授与されたことでその道が開かれ、ミードはこの学位授与から半年後の1708年6月25日に、王立内科医学会の試験に合格して会員になり、 1716年4月19日に学会のフェローに選出された後、1716年、1719年、1724年の3度に渡って試験官を務めた。1714年7月、アン・ジョの死から2日前に彼女を診察した。アン・ジョの死に伴いハノーバー朝が始まるが、ハノーバー朝においても名声が高く、同年に、 ジョン・ラドクリフが死去すると内会としての地位が最高峰に達した。ラドクリフは遺言状でブルームスベリーの邸宅をミードに送っており、ミードを自身の継承者として見た節もあった。政治ではホイック島に属したが、1715年にピトケアンの息子がロンドン島に投獄された時は、その除名嘆願を行った。ジョン・フレンド医師への手紙で、 天然痘の治療に下剤を用いることを述べ、フレンドが1717 17年に手紙を出版すると、博物学者、ジョン・ウッドワードは1718年の著作でミードを攻撃、以降ミードとの間のパンフレット合戦が数年間続いた。1723年に、フレンドがアタベリー陰謀事件により、ロンドン島に投獄されると、ミードはフレンドの釈放に奔走した。 結局フレンドは3ヶ月間投獄された後、釈放されたが、その間にフレンドの患者を診察したのがミードであり、ミードはフレンドの患者から受け取った診察料をフレンドに返したという。1717 17年12月には、大太子妃、キャロラインを直して、大太子ジョージの信頼を勝ち得て、1727年に、大太子がジョージ二世として国王に即位すると、 ミードはジョージ2世の G に任命された。同年には死の床にいたアイザック・ニュートンを診察した。1719年にマルセイユでペストが流行すると南部担当国務大臣ジェームズ・クラッグスはペストの予防法についてミードに聞き、ミードは返答として1720年にショート。 ディスコースコンサーニングペスティランシャルコンテージョンザメソッツツービーユーズドツープリベント1等出版以降1年以内に第7版まで出版1722年に第8版が出版されたミードはこの著作でペストが伝染するので患者のみを隔離すべきととき大衆の強行を緩和したと評価された1720年に一人目の妻が死去した直後 グレート・オーモンド・ストリートに引っ越した。1739年にステゴ養育院が創設された時、理事の一人を務めた。1745年、エディンバラ王立内海学会の名誉フェローに選出された。1754年2月16日にグレート・オーモンド・ストリートの自宅で死去23日にテンプル教会に埋葬された。1万冊以上の書籍。 高価、宝石、絵画など多くの品物を収集しており、その死後に書籍が5500ポンド、絵画、高価などの骨董品が1550ポンドで売却された。1699年7月、ルスマーシュと結婚して8死を設け、うち一男三女が成人した。1724年8月14日、アン・アルストンと再婚したが、二人の間に子供はいなかった。 ありがとうございます。